ジラール・ペルノ。ミラ・マルガリータ。REF49450。日本限定120本。今回ご紹介するのは、ジラール・ペルノの、ミラ・マルガリータ、REF49450 です。創業からの歴代モデルを展示したプライベートミュージアム、ミラ・マルガリータのオープン記念として、1999年に誕生した、日本限定120本モデル。隠れた名作と言われる美しいクロノグラフです。文字盤はシルバーカラー。バーとブレゲ数字の食事インデックスにリーフハンドの組み合わせ。3時1に永久秒針、9時1に30分積算計、6時1に12時間積算計が配された3カウンター。タキメーター、デート表示も備わり、ブルースチールのクロノ針など、精巧な作り込みが秀逸な高級感あふれる風貌です。 SS ケースは厚みのあるラウンド型、 GP らしいロングサイズのラグに裏蓋はネジ止め仕様です。 J リミテッドや製造番号が刻印され、特別を主張します。専用のジラール・ペルノの D バックルを装着した限定モデルです。オーナーとしての所有する喜びと満足感を満たすエグゼクティブにふさわしい高級時計です。ジラール・ペルノ。1791年、ジャン・フランソワ・ボットにより設立されてから現在まで続く老舗時計メーカージラール・ペルノ。ムーブメントの製造から組み立て、装飾に至るまでの時計製造に関わる全ての工程を自社一貫生産するマニュファクチュールの一つで、世界で初めて腕時計の量産を行ったりと、時計業界の歴史に欠かすことのできないメーカーです。クオリティの高さで長年にわたり時計ファンに高い支持を誇る時計の名門です。操作方法。ケース右サイドにあるつまみが隆字です。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとレートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック秒針停止機能付きです。クロノの操作は右上のプッシャーがスタートストップ、下がリセットです。サイズ。ラグ幅は 21mm。ケース径は約 38mm、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約 48mm、厚さ約 13mm、風防含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。